吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。目的地の八郎潟の大潟村に到着しました。まっすぐな道がずっと続いておりまして、この先役場まで6キロというところまで来ました。この後私は黒瀬農舎、こちらに入職されまして、ずっと苦労されまして、ようやく立派な農場ができた時に減反政策が始まりまして、その後さまざまな苦難を告げられてこられた黒瀬さんの農舎に初めてお尋ねします。こちらは大潟村の道路というのはまっすぐ、本当にもうまっすぐまっすぐと進んでおりまして、両側のちょうどこの道が幅広く取ってありますので、両側のこの田んぼは見えませんが、もうこの辺りは全部この昔の旧八郎潟が埋め立てられて新しく干拓地になった土地が両側にずっと緑の田んぼが続いているわけであります。ただし道路の両足は木々が植えられておりまして、大きな木々が植わっておりまして、その先はなかなか見えない光景としては見えませんが、非常に広大な地域が広がっておるところです。カメラは据え付けまして固定をしてますので、もう私の手からは離れた状態になっております。今日は秋田県の大潟村にやってきております。まっすぐまっすぐ進む道路を走っております。大変大きな車が行き交っておりまして、おそらくこの今の時期は収穫期でありませんので、それぞれ資材等を運んできているところだと思います。今4キロの表示ですので、2キロはあっという間に走ってまいりました。吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉でした。終わります。